クラスノゴルスク2、クラスノゴルスク3、クラスノゴルスク1と2、クラスノゴルスクはソビート連邦のクラスノゴルスク機械工場が1965年から1991年までの間に製造した 16mm フィルムの映画用カメラ付属品の製品ラインである。クラスノゴルスクシリーズの典型的特徴は時計仕掛けのモータードライブであることと シンプルで頑丈な TTL 露出計が搭載されていることである。1965年という冷戦の時代、クラスノゴルスク機械工場の位置した、モスクワ郊外の工業都市クラスノゴルスクからその名を取る。小型映画のためのカメラであり、フィルムの回転を時計仕掛けを動力とし、電動モーターを使用しない 16mm フィルム用カメラとしては、ベルハウェルのフィルモと、 共通している。同年、コダックはスーパー8を、富士フィルムはシングル8を発表している。最初のクラスのゴルスクから共通するのは、シャッターの回転スピードは、秒間8コマから秒間48コマまでの間で設定が可能であり、通常設定である秒間24コマでは、全イのネジを一度巻き切ると、約25尾オ分が取れるということ。 コマ取りができるのでアニメーション撮影が可能であるということもある。クラスのゴルスク1と2は付属するフィルムカセットに30.5メートルの生フィルムを充填して装填する。クラスのゴルスク1と2の筐体は白く、クラスのゴルスク3と4は黒であり、型当てが付属している。いずれもパーフォレーションが片側、両側いずれに先行されていても使用可能である。 TTL 露出系の未水銀電池で作動する。クラスノゴルスクシリーズの中でも1971年から1989年にかけての間に最も広く製造されたのはクラスノゴルスク3であり、現在の小型映画の世界でもたびたび見かけられる機種である。鮮やかなズームレンズと30.5メートルのフィルムロールのためのマガジンを搭載する。KMZ は 二つのバージョンのクラスノゴルスク3を製造している。一つは M42 レンズマウント、もう一つはロシア製のベイオネットマウントを使用している。スクリューマウントには 35mm フィルム用スチルカメラの様々なレンズを転用できるようにした。ストックレンズはクラスノゴルスク1ではベガ7、ミール11と望遠のベガ9レンズ、クラスノゴルスク2及び3では 望遠用にメテオール5から1を採用している。スッチル写真用カメラの M42 レンズマウントのレンズはペンタックス、カールツァイス、ゼニットなどがある。現在では1 6ト、mm、ルフィルムの機材としては安価であることからアマチュア映画に極めて人気の高い撮影機である。幅広い付属品と活動的なユーザーコミュニティが存在する。プロフェッショナルの世界においても 特にクラスノゴルスクさんは、テレビ局のニュース取材等のフィルム撮影に使用された。また、ゲットオンザバスを撮ったスパイクリー、アマチュアを撮ったクシシトフ・キエシロフスキラが、先に挙げたそれぞれの作品でクラスノゴルスクを使用した映画作家として知られる。スピンドクターズや水彩ダル・テンデンシーズのミュージックビデオの撮影にも、クラスノゴルスクが使用されていることが知られている。 ありがとうございます。